ジオの系譜はこれがあるからめんどくせえな。えんじ。でもこれね、結構古いに近い状態しとかないと知りなく。あ、まあ今回ちょっと見逃そう。こいつジャブロのこの1ブターを倒せば終わるんだけど、あえて60ターン100ターン近くまでやって、ちょっと2つ分岐点を作ろうかなと思ってね。1つは、判定勝利の方での分岐と、もう1つは完全勝利か、倒してね。判定勝利だとこれを残した状態で100ターンを迎えた判定勝利、なんかね、全然展開が変わってくるらしいよね。ちょっと2パターンやりたいから。もう俺めっちゃ綺麗だよ、もうね、あれサタン版しかクリアしないからな。あれはもう1人戦争クリアしたらそれで終わるけど、ちなみにこいつらだけだからな、もう戦闘中。あと38ターンか。東方部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。もうだいぶ先やな。あ、さっきそれ軍事いじってなかったな。戦に向けてちょっと舞台を整えとかんとな。もう旧作とかのザクはもうほぼ廃棄処分したけどね。
違ってガトー出戦をここに作ってしまったから、ちょっとこれは消そうか。一番最後に乗っ取ったやつだ、確かこれ。これで誰に撃墜されたんか知らんけど、消息不明になったんか。まあ多分戦死したんやろうけどな。真の綱は後期で終えてあげる。でもこの辺ちょっと矛盾、なんか矛盾っていうかはっきりしてねえんだよな、真の綱は。一番最後ら辺は確かゲルググイエガーに乗ってたシーンもあるからな。どうなんやろ。つうか、あ、ギレの野望では多分ないだろうな、ゲルググイエガーに乗った新松の戦のゲルググイエガーは。まあ、あるかどうかちょっと分からんが。もうこの辺なんか黒い三連星、もうオデッサで沈んでるからな、三連星は。この辺なんかすごい嬉しいよね。いや、クロさん実際使えるんだよな、すごい。結構強いし、あいつら。カリウスにこれ乗っけるか。そうそう、ハゲルグが白くなるかな、今後は。あ、まあ昇格戦なんだ、あれぐらいじゃ。ガトはね、モビルアーマーにも乗れるか、ちょっともったいない感じもするんだけどね、ガト専用ゲルグに乗っけるのも。さすがノイエジールが作れるようになったらそっちにも使えるけど、でもジオン航空でも作れたはずだからな。ランバラグ専用いける、いいねこれ。あ、しかも宇宙でも地上でも活躍できるっていうのがいいな。幸せに受けるなぜか地獄にはアイナのけとけシャーセンでも、ちょっともったいないかなこれ。まあ、ゲルグもゲルグ E 型にどんどんシフトしていく感じになるやろかな。まあちょっともったいないか、廃棄処分にはしたくねえって感じだけど。水中部隊ここに集結しとるけど、あとジャブ、したくないけどね、一回も。ほんまにやりたくないんだよ。モールワンターンやるか。戦闘を再開。
戦闘を中断。確かサイクロプス隊のイベントがまだ残ってんだよな。あれが多分いよいよ最終局面でリストやってる。ご采配をお願いします。じゃあ今日はちょっと待って。